ポーンはチスの駒の一種で不評を表している。初期配置のポーン白ポーンはチェスボードの2ランク、黒ポーンは7ランクのマスに配置する。厳密に言えば、各ポーンには名前が付いている。これらはキングズポーンをオープニングなどの定石の由来となっている。記述式の寄付を扱うのでなければ、特に気にする必要はない。ただ、両端のリュックスポーンについては、 終盤戦で注意を要する場合もある。チスのコマの中で、ポーンだけは動かし方と敵のコマの取り方が違っている。将棋の負とも性質が大きく異なるため、特に注意が必要とされている。ポーンを進ませる直前 B と C のポーンは進むことができる。ポーンを進ませた直後 E と G のポーンは進むことができない。ポーンを進ませる直前 C と E のポーンは1マスか2マス進める。 ポーンを進ませた直後 H のポーンは進むことができない。敵のコマを取る直前 C ポーンは黒ビショップが取れる。同様に F ポーンは黒ナイトが取れる敵のコマを取った直後敵のコマを取った後はその地点に移動。アンパス3についてはアンパス3をプロモーションについては次節を参照。ポーンの動きは前方に進むだけで後方に戻ることができない。 相手側の最終ランクに到達したポームは、それ以上動けなくなってしまう。そのため、プロモーションと呼ばれるルールが決められている。相手側の最終列に達したポーンは、同色のクイーン、ビショップ、ナイト、ルークのどれか好きなコマに昇格させなくてはならない。以前はこれらのコマへの昇格だけでなく、敵後前の昇格や、昇格させずに、ポーンのままでいることも禁じられていなかった。 その後、同色5枚の昇格のみが公式規定で定められた。ポーンを到達させたプレイヤーは、同じ一手の一部として、ポーンを昇格する駒に取り替える。取り替えたい駒が物理的に余っていない場合の対策は口述の通り。将棋のなりに似ているが、チスの駒の中でプロモーションできるのは、ポーンだけである。ほとんどの場合、ポーンはクイーンに昇格する。 仮に8個のポーンをすべてクイーンに昇格したとしても、チェスのルール上は特に問題ない。しかし通常のコマのセットでは、クイーンは白黒それぞれ1個ずつしか用意されていない。そのため一般的には以下の方法でプロモーションに対応している。なお、これらはあくまでも慣習であり公式なルールではない。大会等では他のチェスセットから、 クイーン等を借りるという方法もある。アンダープロモーションの場合も昇格させたいコマと盤上のポーンを交換する。ポーンは最も強力なクイーンに昇格させるのが一般的であるが、それ以外のコマを選んだ方が良いケースもある。これはアンダープロモーションと呼ばれ、チスの戦術の一つとされている。あえてクイーンを選ばない理由として以下のようなものがある。ジョーズは アンダープロモーションの一例。白ポーンをクイーンに昇格させてしまうと、黒キングは現在の場所から動けなくなり、指し手がなくなってしまう。この結果ステールメイトが成立し、ゲームは引き分けに終わる。この場合、白はポーンをルークに昇格させれば、ステールメイトを回避できる。ポーンは単体では最も弱い駒、価値の低い駒である。 しかし、チスのコマの半数はポーンが占めており、欠かすことのできないコマでもある。これらの評価は一般的なものであり、絶対的なものではない。チスの局面によってコマの価値は変動する。特にポーンにはプロモーションがあるため、その直前の場所のポーンは価値が跳ね上がる。ポーンはチスの魂と言われているように、ポーンは非常に重要なコマである。 その形についても様々なケースがあり、重要なものには名前がついている。ありがとうございます。